徹底的に壊れる前に国がお金を流し込んでみんなを支えていくこと、当たり前のことじゃないですか。それもやれないような人間たちが今の政治の場にいるならば、これ交代していただくしかないんですよ。25年この国を衰退させた上に、この緊急時においても役に立たない者たち追い出すしかないんですよ。それができるのが選挙、皆さんがそれを決められるオーナー、この国の最高権力者でもね、これね、いつも資本家との戦いで負けちゃうんですよ。資本家と呼ばれる方々、自民党のバックボーン、主に言うならば経団連、日本経済団体連合会、経団連、大企業2000社以上連なるような連合体、彼らは事実上組織票や企業献金で自分たちの子飼いをたくさん作ってる。その人数が機械の中に半分以上になれば何が起こるか、どんなルールも作れて、どんなルールだって変えられるって。それによってどうなった、派遣の幅は広がり、そしてより解約が続けられ、非正規が増えて、そればかりでなく海外からの労働者も大量に入れられるような入管法が2017年にも決まってしまう。皆さんのことは目の中に入ってない。より安い労働者を大量に作れと政治に命令をしながら、飼い主たちが議会の中にいる子分たちに命令をしていく。それによって壊されたんですよ、この国。1997年消費税が 5% に上がった時ですね。そこから2018年までの間を見てみると、これは財務省の資料ですね、法人企業統計見てみると、企業の売上ほとんど変わってないんですよ、この間。ほとんど売上変わってない。なのに経常利益3倍なんです。そればかりでなく株主の配当6倍になってるんです。ちょっと待って、売上ほとんど変わってないのにさ、どうやって経常利益3倍にして株主配当6倍にするの。話は簡単なんですよ。あなたの賃金削り続けてるんです。賃金を削る、えぐるように削りながら、そして未来への投資、設備投資も削って、それを株主に献上し続けるような政治が出来上がっちゃってる。これ変えていかないことには、もうごめんなさい、真昼間の赤羽で汚い言葉使います、ケツの毛まで抜かれます。本当にこれ何とかしなきゃいけない。これは政治で何とかできる。 50% の投票を諦めた方々と力を合わせていきながら、この一部の者たちだけにコントロールされる社会、25年の不況、これを作り出した先般たち、そしてここにコロナが来てるということも気づけていない、ダブルパンチからみんなをどう救うかという気概もない人間たちには、一刻も早く政治の場から退場していただくしかない。そのための受け皿あるんですか。よく聞かれますよ。あるよ。今回野党が共闘しております。立憲民主党、共産党、他にも社民党、私たち令和新選組。そんなあの野望じゃないか、考え方が違うのにそんなもの一緒になるなんて選挙目当てじゃないか。自民党、公明党にそんなこと言われたくないですよ。水と油ってあなたたちのことじゃないですか。金と権力だけで繋がってんでしょ。こっちは違うんだよ、人々の命預かってんだってことですよ。この国の壊れ方にこれをブレーキかけなきゃいけないってことで一つになったんだ。これが実現すれば一体何が起こるか。コロナがあまりにもひどい対策でした。感染症対策の基本の気も取られない、事実上ノーガード戦法、自己責任でよろしく。それによってどうなった、医療は崩壊、保健所パンク、そればかりでなく感染者は自宅に放置された13万5000人、医療にかかれず命を奪われる、もう完全壊れちゃってんですよ。こういうことで第5波がなんとか乗り越えた、なんとか乗り越えたんじゃないよ、それなんとか乗り越えたんじゃない。けれどもこの9月の終わりに行われたコロナ対策本部、政府のやつですね、ここではっきりしたことがある。今後の方針発表された、取り組みが発表された。今後の取り組みの中には以前にあった方針が抜け落ちてんですよ。何だと思います？検査の拡大、そればかりか感染拡大の防止、この日本拡大していかなければならない。全国のどこのコンビニでもタダで検査を受けられる、そういう状態にして1週間の中で2回でも3回でも今自分はかかってませんねってことをみんなが確認できる、その検査結果も国も行政も把握しているっていうのを状態にしていく。そうすれば誰がコロナにかかってるかかかってないかはっきり分けられるんですよね。一番必要なことは何かって言ったら、コロナにかかってるかかってない、これをはっきりと分ける必要があるんです。全人口のうちで一握りしかいませんよ、感染者。徹底したコロナの対策、
そして自民党では行われなかった事業者の手当、しっかりやっていく。そして生活者の手当、しっかりやっていく。それができるのは野党の塊しかないでしょ。どうか野党側に力を貸していただきたい。政権交代を起こるような力を貸していただきたい。そして何よりも日本経済考えたときに消費税 5% になるんですからね。これ OK ですよ。中小企業に息を吹き返す、そのための経済政策も含まれているのが野党の共闘でございます。もちろんその先の消費税廃止まで私たち令和新選組力を尽くしていきたいと思います。ここは一つこの国のオーナー、この国の最高権力者の皆さんのお力をぜひ集めていただいて、どうか最後の最後まで諦めず周りの方に電話をしていただきたい。特に、もうすでに政治の話が大好きな方と語り合ったとしても、これなかなか投票先速度っていうのにも何かしら変化があるかもしれません。そんなことに使っていただければと思います。というわけで皆さん渡ってますね。東京12区、北区にお住まいの皆さん、そして足立の一部、板橋の一部、豊島区の皆さんは、一部の皆さんは東京12区でございます。1枚目の投票用紙よかったですね。鼻をつまんで投票しなくてもいい、ね、喜び勇んでこの人に投票できる。1枚目の投票用紙は池内沙織で、どうかよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。